にちは、すももです。今日はカバンの中身を紹介していきたいと思います。これ最近買ったものなんですけど、リセンティアっていうブランドの地図柄のバッグなんですけど、このおしゃれな地図柄のバッグっていうリセンティアっていうブランドから出てるんですけど、結構お店とかで買ったら高いものがムック本で2080円プラス税で売ってたので買いました。私大学の時に地理を専攻してて、結構地図とか見るの好きなんですけど、結構大学の時の知り合いとか友人がこのブランドの財布とかカバンとか持ってて欲しいなって思ってたんですけど、なかなかお店で買おうとしたらいい値段になるので、今回こういったブランドのムックが出て嬉しくて買いました。結構ムックなのにすごいいい素材です。なんか結構荷物も大量に入れてるんですけど、しっかりしてますし、ここが中がオレンジっぽい茶色で、金ボタンで留められるようになってます。で、内ポケットもついてて、結構内ポケットがでかいんですよ。で、結構 iPhone の10からはすごい大きくなって内ポケットに入らないこととかあるんですけど、このカバンの内ポケットはでかいのですごいお気に入りです。まずこれなんですけど、キーケースです。サマンサベガーです。これに家の鍵とバイクの鍵をつけてます。私のバイクこの鍵並みにピンクで、バイクの色と合うのでこれを買いました。最初紐をついてなかったんですけど、よくなくしそうになるので紛失防止のために似た色の紐を見つけてくっつけてます。バイクの色もこんな色なので、駐輪場とかでも結構すぐに見つかります。私のスモモって名前の由来もバイクから来ています。ハンカチ、これ大久野島で買ったやつなんですけど、なんか普通のハンカチと違ってコットンみたいな綿のやつで、結構水の手濡れたのがそうすごいすごく吸収してくれて結構お気に入りです。柄もうさぎに花柄がいてとてもお気に入りのものです。これは実は電卓が入ってます。最近会計の勉強をしてて、11月にも試験受けてそれ受かったんですけど、さらに難関の資格を得ようと思って、電卓を持ち歩いて問題を解いたりもしています。前はカシオの1500円ぐらいの電卓を使ってたんですけど、やっぱ本格的に会計をするんだったらもっといいやつの方がいいし、まあ、テストでもこれくらいの大きさの方がいいって聞きました。で、私はシャープの ELN942 っていうやつを使っています。結構これ私も左で電卓は打つんですけど、左で打つ人はすごいシャープの方がいいって聞きました。実際使ってみたらめっちゃいいです。なんかカシオの電卓って結構ガチャガチャ音が鳴っちゃうので、
シャープは割と音がそんなに出ないんです。でカウント機能もついてるので結構何回どこまでやったやろっていうのがなくなりましたし、結構あの前の計算ダブルチェックとかもできるので、これはおすすめの電卓です。でこれは住吉大社の御朱印帳入れなんですけど、ちょうど電卓を入れるのにいい大きさだったのと、ここにも内ポケットがついてて、ここにはあの電卓の保証書とかも一応入れてます。結構この御朱印帳を入れる袋なので素材も分厚くって、電卓を保護するのにもいいなって思ったので使っています。で太鼓橋にうさぎが描かれてて、これもなんか勉強でしんどいなって思ってもやる気が出てくるようになります。でクリアファイルです。私今就活もしてて、ハローワークとかで求人票とかもらうんですけど、結構1回に行ったら、まあ、いいのがあれば3社ほど応募することがあるんですけど、その度にあの紹介状だったりあのいろいろもらうんですけど、それがごちゃにならへんようにこの前ディズニーランドで買ったやつです。なんかこれもやっぱり気分が上がりますね。まあ、就活別にそんな嫌いじゃないんですけど、やっぱりいいところに就職したいって思ってるので、こういった気分が上がるアイテムを使って自分を鼓舞しています。筆箱、これ前も何かの動画で紹介したような気がする、文房具が好きって動画で出した気がする。でこれなんかペンケースは赤色なんですけど、割と私は水色の筆記用具を使うことが多いです。なんか水色が勉強にはいいらしくって、でこの前あのディズニーランドのお土産でこれ、ね、プリンセスのペン買ったんですけど、なんかこれ青いペンなんかな、なんかそれぞれのプリンセスの色が出るのかなって思ったら黒になったんですよ。でもこの黒のペン結構書き心地がよくてお気に入りになりました。でこれ携帯用のハサミ、割となんかハサミがあったら便利なことが多くて、これを筆箱に入れるようにしています。 USB です。よくパソコン、あの前11月末まで専門学校行ってて、 USB に自分のデータとか入れてて蓋なくしたので、あのちっちゃい個包装のやつに入れてます。で USB なくさないように鈴をつけて持って帰るの忘れないようにしています。これ前も紹介したかな、油取り紙とかあの携帯用のティッシュとかあのロキソニンとか薬とかを入れてます。これがやっぱり結構お気に入りです。このトンスケとミスバニーの春を予想されるティッシュケースもお気に入りです。メガネケース、これメガネをなんか硬いメガネケースとかもあるんですけど、これ結構柔らかいメガネケースで割とさっとメガネが出せるしかさばらないのでお気に入りです。コスメ、なんかこの前旅行行った時に
持っていったあのフランフランのやつについてたやつです。なんか透明のコスメケースはパッと見何が入ってるってよくわかるので結構お気に入りです。まあ面接とかあった時にまあさっと直せる化粧品を入れてます。手帳、これもお気に入りです。この前ペンを刺すとこが取れたので東急ハンズで買いました。結構これもお気に入りです。で、これがメインのカバンでこれがサブのカバンになります。これも付録、スイートの付録で買ったやつなんですけど結構いいです。でこれが定期入れです。35周年のディズニーのやつなんですけど結構あの仕切りとかがあって、私バスとか電車とかいろいろ乗っててその度にあのカードが違うんですけど、ここだなんか2枚重なっちゃうと認識されないので、こっちにバスカード入れてこっちに電車の方入れたりして、バスの時は開いて押したら1枚になるし、電車乗る時だったらこっちを当てたら大丈夫なので結構これも重宝しています。35周年から使ってるんですけど結構劣化しなくてお気に入りです。黒に金色がめっちゃお気に入りです。ミニーちゃんの財布、このミニ財布が結構役に立ってます。長い財布も使ってたんですけど最近ミニ財布の方が使いやすいなって思ってて、これでお出かけすることが多いです。この虎はシギさんで買いました。虎年生まれなので虎のグッズを見ると割と買ってしまいます。はい、以上です。